西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はパテントアイランドさん、男性60代京都府の方ですが、世界最悪の財政経済政策で、世界最悪の衰退を日本国に招いた財務省の組織と政治と罰せず、なぜいつまでも財務省のやりたい放題に増税や緊縮財政を自民党はなされているのでしょうかと。貧乏神は早く証明させてくださいということですけれども、似たような質問をですね、きなこもちさんもおっしゃってるわけですけれども、これは財務省、もちろん問題があるのは事実なんですけれども、要するに財務省が言ってること、つまりは万国の代に借金をですね残しちゃいかんじゃないかと。でこういう議論をですね、これ財務省が言ってるだけじゃなくて、同じことを多くの国民がそう思ってるわけですね。それから多くの経済学者もそう思ってる。そして、そのことによって多くの代議士、国会議員たちもですね、そう思ってる人が多いわけです。要するに世の中の多数派がそうなんですね。で財務省が一人やってるわけじゃないと。でそこで、この問題を考えるときに、じゃあ事実は万国の代に国債を置いておくことはですね、この借金を残すことになるのかという、この事実に本当にそうなのかという一点に絞られてくるわけですよ。で、事実はそうじゃないと。これ財務省も言ってるわけですね。家計ではね、この自分たちの借金というのは借金だけ。で、自分たちの収入の範囲内でしか使えないと。で、それを国家に置くと、それは例えば違います。ということは、財務省もこの頃認めてきているわけですよ。ですからかつてですね、昨年度まではですね、財務省のこのホームページにですね、日本の財政についてというこの小冊子がですね、インターネット財務省のホームページに載っています。でそこに必ず書いていたのは、日本の財政状況を家計に例えるとということで、国家にはですね、1100兆円を超えるような債務があると。でこれは家庭でいうと、いわゆる年収のですが、年収が例えば600万円ぐらいしかないのに、実際には900万円のお金を使っていると。要するに60兆の税収で90兆の、近くの、この予算を組んでるわけですね。今はもう100兆になってますけれどもね。でそして借金が、1000兆、つまり1000万円もあると。でこういうね、60万円しか600万円しかもらってないのに900万円も使っちゃ、それはダメでしょうと。で借金がどんどん肉だまりに増えてきて、どうするんですかと。次の世代はえらい目に遭いますよ と言っている例えは間違ってるだろうと私がずっと言ってきたわけですね。で確かに国家の債務と家計の債務とは違います。これはもう事実ですからね。財務省もそれを認めたんですよ。認めて、今回令和元年度にはその例えは使わなくなったようです。でよくこれはそれを外したなと、私が外せと言ったんですけれどもね。そうするとそれを外したんですが、しかし見てみると結局同じことを言ってるんですよ。その国家の債務の話はのけて、いや今の日本は負担と給、受益と負担の話でして、ね、要するに、その90万円分の受益をもらってるのに、900万円分の受益をもらってるのに600万円しか負担がないんだと、税収がないんだと、これはおかしいでしょうという話にすり替えてるわけです。でこれも社会保障の話で私が述べてますけれども、これもですね、家計では確かにそういうことをやっておくと、どんどんその差額のですね、債務が膨らんできて破綻しますからダメなんですけれども、国家においてはそうとは限らないわけですよね。で世の中経済状況によってはですね、この負担をできない、そういう状況があるわけですよ。例えば台風が吹いてですね、今たくさんの建物が千葉県で壊れたりしてる。でこれから日本全国そういうこと出てきたりしたらですね、それを、まず国民生活がちゃんとできてないところにですね、全部税金取って自分の自己責任でやりなさいではダメですよ。やっぱり国家が、積極的に、ね、これは国債出してでも救ってあげなきゃいけない。で同じように今、このいわゆる子育て世代の給料が下がっちゃってですね、自分たちの所得だけでは子供を産めない、学校にもやらないという人が増えてますよ。だからそれは当然政府の方が国債発行してやればいいんですよ。そしてやることによって何が変わるかというと、結局はですね、世の中の大前提が変わっていく。今経済は成長しないと、そして、デフレ状況が続いている。
で、その結果、給料も増えないから少子化になっていくという前提で社会保障からいろんな財政再建策出るんですけれども、これがもう一度2人、3人産みますと、で、少なくとも2人は産んでもらっている社会になってますよとなれば、現状維持になるわけですからね、先細りの話にならないどころか、今まで立てていた前提が変わってくるわけですよ。で、そうしたときに、今度は、給付を、そこまで、伸ばしていっても、負担の方が自然とですね、要するに経済そのものが、パイが大きくなることによって、税収が入ってくるものは当然増えたりするわけですね。ですから、政府の税金が入ってくる、金額というのはですね、要は、パイの大きさがいくらになってるか、つまり経済成長がどれぐらいになっているかという全体のマクロ経済の状況が、この、成長路線方向に行かないとできないわけですね。ところがそういう話を、何度も言いましても、まあ先輩のですね、名のある立派な先生なんですけれども、いやできないよと、成長なんかできないんだよという形でもう初めから議論の対象にしないわけですね。その前提は何かと。というと先行きに対してですね、統計的に少子がはっきり出てると、でそして経済成長率もどんどん低いし、民間の経済も伸びてないんだからという話なんです。しかしそこはもう思考停止になってるわけで、経済成長というのはですね、民間がお金を使うことも経済成長ですけれども、政府がお金を使うことも経済成長、 GDP を増やす元なんですよ。で、政府のそして増やす予算の支出の財源というのはもちろん税金というのもありますけれども、税じゃなくて国債というのもあるわけなんですよ。で、その事実、これ事実ですけどね、その事実を、いや絶対に税の範囲内でやらないとおかしいんだという考え方というのはですね、ペイアズユーゴーとよく言われるんですけども、入ってきた分だけ払いましょうという話なんですけれども、これ逆さまなんですよ。まずは税金で取ったものをその中で払ってるんじゃなくて、事実としては実は先にですね、政府の予算の支出のがあって、予算を出動したことによって民間に、税であろうとですね、国債であろうと、もう一度予算を執行することによって民間側にお金をまいてるわけですね。で、そのまいたお金をまた今度税金で引っ張ってくる。そしてその税収が入る前にですね、現実の世界では政府短期証券といって、要するに国債ですよ。国債を発行して予算計上されない国債なんですよ、これは。で、要するにその時の資金繰りでやってるだけですって言ってる話ですからね。で、しかしどっちにしても借金をしてるわけですよ。で、国債を発行してそのお金で先に支出をして、で、現実にはその後税収で回収してるわけですね。で、この現実を見ては分かりますように、まず最初に大事なのは予算の執行の方なんですね。そしてそのことによって通貨を供給して、そしてそれを税金で回収するという義務を国民に与えているからこそですね、国民は通貨を持たなきゃならない、つまり日本円を持たなきゃならないということで、通貨が流通できる仕組みを作ってるわけなんですね。で、しかしこの当たり前の、この考えてみれば当たり前の現実をですね、もう国民は逆さまで感じ取ってるわけですね、教えられてきたわけです。まず税金を払いなさいと、払った税金で今度予算組みなさいと、で、足らざるを借金っていうのはこれは例外なんだと、こういうふうに思ってるんですけども、事実は逆さまだったんですね。で、ここをぜひ皆さん方にも分かってもらわなきゃ困るんですけれども、これが財務省が全く分かっていない、それから多くの、この経済学者、それから、その名のあるジャーナリスト、そしてもちろん国会議員もそうなっちゃう。それなぜかというと、国会議員なんか特にですね、みんながそう言ってる方行っちゃうわけですよ、これは。だからここはですね、事実をもう一度この考えてみると逆さまになってるんだよと、先に払ったお金を税で徴収してるんだという、この現実をですね、知ってもらわないといけないんですが、これが国民にしっかりできていないために、財務省が暴走しているように見えますけれども、財務省が暴走しているのも現実かもしれませんがね、むしろ私はですね、財務省を一人に責任を押し付けるんではなくて、そもそものこの常識と思っていたところが、実は現実は逆さまになって動いているんだと。で、これはちょうど地動説と天動説にこれつながるわけですね。で、常識としてはお月様が、出てきて沈んでいく、お月様が出てきて沈んでいくと、で、こういうふうに思っていたけれども、現実はこの地球が太陽の周りを回ることによって、
地球がの周りを太陽が回ってるんじゃなくて、そのように見えてるけれども現実は逆さまだったんだと、ということを理解したときに初めてですね、宇宙全体の全体像が見えてくるんですね。同じように、ね、税金を払ったお金で国家を運営してると思っていたけれども逆さまなんだと、まず政府が予算執行をすることによって通貨を供給していると、その供給した通貨を税によって回収できる仕組みを作っていることによって通貨が国民の経済の中でこの強制力を持って通用し、そしてその通貨の量はですね、税金で決まるんじゃなくて予算の執行量で決まるわけですよ。つまり国債を含めてですね、どれだけの予算を出せばその分が市中に回るわけでありますから、市中の回っているお金の量が実際問題少ないときは政府が国債を発行して出して何の問題もない。そしてこれは税金をですね、それじゃいらないんじゃないかということを言ってるわけじゃなくて全く逆さまなんです。税金は必要なんだと、通貨を流通させるためにも税がなければ世の中これ成り立たないわけですね。しかし税がなければ予算が組めないという話にはならないという、この現実をぜひ皆さん方にも知っていただきたい。これが MMT 論の肝の現実のこの一番大事な考え方なんですね。ということで今日はこの MMT の核心部分についてのお話をさせていただきました。そして今日のですね、質問者は、電気屋さんが2通、赤い岩おさむさん、ディフェレンシャル男爵さん3通、スカイウォーカーさん、ビンチョウさん、田中一郎さん、パテントアイランドさん、アルジャーノンさん、トロッコさん、コロンさんが2通、吉郎さん、暁月65歳チャンネルさん、きなかもちさん2通、タイガーさん1通、以上19通プラスいつものウッキーさんからいただきました。ありがとうございました。